小森光希は長野県松本市出身の元プロ野球選手、コーチ、監督、解説者。河野アキテルとのクロスプレー級生松本市立中学校では1946年、戦後初の中東学校野球大会に、控え選手としてベンチ入りするが、準々決勝で東京高等市半府中に赤敗。1949年の夏の甲子園には三塁手として、 出場し、準々決勝に進むが、佐々木真也らを擁する湘南高に9回サヨナラ負けを、喫す。高校卒業後は、早稲田大学に進学し、東京六大学リーグでは在学中に4回優勝。同期の広岡達郎と三遊間を組み、華麗な守備で人気を博す。リーグ通算78試合に出場し、290、打数74アンダー、0本類だ。 44打点、打率。255。広岡以外の大学同期に、投手の福島和夫がいる。大学卒業後の1954年に、大学先輩の荒川博、沼沢光一郎がいる毎日オリオンズへ入団。1年目から三塁手として活躍し、規定打席にも達する。1957年には、桂木隆雄に定位置を譲ったが、その後は二塁手。 外野手もこなす、ユーティリティプレイヤーとして起用される。1960年は故障もあって、先発は、わずか4試合、同年の対応との日本シリーズも出場できなかった。翌1961年には復活し、主に右翼手として48試合に先発出場。1962年には、近鉄バファローズへ移籍し、三類手、外野手、二類手として活躍。 1963年には4月7日の南海戦に、徳久俊明の代打で出場し、先発の高橋栄一郎から満塁本塁打を放つ。1965年は、開幕から右翼手の定位置を得て、自己最高の打率、271を記録し、5番打者としても11試合に起用されるが、1966年には、 北川光一の台頭で出場機会が激減。同年引退。引退後は、近鉄、広島、ヤクルト、対応で監督、コーチを歴任。監督、コーチ業の合間を縫って、フジテレビ日本放送解説者を務めた。近鉄コーチ時代は、キャンプの企画、立案を引き受けるなど、小玉秋年選手権人監督を支え、伊勢高尾を指導。広島時代は、 根本む夫監督のもとで広岡と共に、絹笠義雄、山本浩二、水谷実夫、三村俊幸ら若手を鍛え、球団初の A クラス入りに貢献。ヤクルトコーチ時代には、荒川博監督、広岡達郎コーチ、沼沢光一郎コーチと共に、和セでカルテットの一角を担ったほか、近藤昭人をコーチに推薦。二軍監督時代の1980年にはチームを、 イースタンリーグ優勝に導く。太陽対談後は9階を遠ざかり、静岡県伊豆でペンションのオーナーとなった。ありがとうございます。